子供が熱を出すたびに休まれちゃそりゃたまらん、仕方なかろう。そう言ったら舞ちゃんがなぜだかぶっつん、ぶっつんして当然だ。だったら最初から雇わなきゃでしょ。シングルマザーって分かって雇っておきながら、そんなの解雇の理由にならないよ。舞さん怒って当然だよ。経営とはそういうものだ。あったら来た、もう倒産だ。そんなの何にも分かってないじゃないか。こんなの